シェウ、ハン、通称シェウは、モザンビーク出身のポルトガル人、サッカー選手である。ポジションはミッドフィールダー。彼は17年間の選手キャリアをベンフィカのみで過ごした。1999年には、同クラブで、監督代行を務めた。中国人の祖先を持つシェウは、ポルトガル領モザンビークのイニアソロで生まれた。1970年に、ポルトガルに渡って、SL、 ベンフィカのユースに加わり、1972年にトップチームでの初出場を果たしたが、レギュラーに定着したのはそれから3シーズン後のことだった。シェウは引退までリスボンに泊まり、1987年から1988年までキャプテンも務めた。プリメーラリーガに9回、タッサでポルトガルに6回優勝したチームにあって彼は重要な選手だった。 ベンフィカが RSC アンデルレヒトに合計スコア1-2で、敗れた UEFA カップ1982から83決勝において、彼はリスボンで行われた第二戦で先制ゴールを挙げた。また彼はベンフィカが PSV、アイントホーフェンに PK 戦の末に敗れた UEFA チャンピオンズカップ1987から88決勝にも出場した。 引退するまでに彼はリーグ1349試合に出場したが、これはミッドフィールダーの選手としては、同郷人のマリオコルナに次ぐクラブ記録である。シェウはポルトガル代表として24キャップを獲得、1ゴールを挙げた。1976年4月7日にトリノで行われたイタリアとの親善試合でデビューし、1から3で敗れた。 最後の出場は1986年10月29日にベルンで行われた UEFA 欧州選手権1988予選のスイス戦だった。シェウはまた UEFA 欧州選手権1984予選でも活躍したが、フランスで開催された本大会のメンバーには選ばれなかった。引退後はベンフィカでクラブのテクニカルセクレタリーの職に就いた。 1999年5月には退任したグレアム・スーニスに代わって大監督代行を務めたベンフィカ。ありがとうございます。